はい、皆さんこんばんは。こんばんはじゃねえか。今日はちょっと順番が逆になっちゃったんですけどね、投稿のね。あの、ストローを使った吹き矢のちょっと作り方とか、作ってみたいと思います。まず用意するのがこちら。ストロー。普通のあの、なんだ、曲がるストローってね。あの、こういう感じです。と、吹き矢の矢になるのが綿棒なので、綿棒。と、セロテープと、ハサミ。これだけあるときます。それ出してみますね。よし。またご丁寧にね、ダブルで梱包してます。しかも包装してあって。こういう形で、まずは、ここに、ちょびっと切り込みを入れます。で、ここに、差し込みます。落ちてくる。で、ここをじゃあセロハンテープで止め。で、こう。間違えちゃった。何やってんだよ。逆だよ、逆。取れなくなっちゃった。意外に強力だな、セロハンテープ。違いました。ここつながる。そう、これが正解。もうちょっと来て。やっぱモニター見ながらじゃなくてよくわかんない。はい、ね、ベタベタってどうする。はい、こんな感じです。これで一応完成。まあ、あのデコレーションもできるんですけどね。で、ここでそこまで入れてね。で、ってやると、あの、結構の力がいります。結構失敗するし、ね、こんな感じでできました。どんな時でも